こんにちは、元モノマネタレントの岡本真理です。今日は私がお家で毎日10分しているトレーニングをご紹介していきます。もうね、時間がねないので、お家でもやっぱ10分で集中して手短にしっかりやっていきたいと思います。で、これをね9月ぐらいから続けた結果、じゃん、お腹に筋ができました。はい、結構お腹、お尻、ここ内股の内ももかのところを中心的にやっていきます。それでは動画スタート。一つ目いきます。まずは開脚してストレッチをしていきます。まあ、大体これを1分ぐらいやっていきます。特に座りっぱなしの仕事とかが多いので、あの足のハムストリング、太ももの裏ですね、が張ってしまうんですよ。そこが張ると結構腰痛になったりむくみになったりするので、こうやって開脚で伸ばしたり、あとこうやってこの姿勢ですね、こうやるとお尻が伸びるので、こうやってお尻を伸ばしていったりします。最初にねちょっと体をほぐすのが大事なので、体の柔らかさや疲れている部分は人それぞれなので、自分が伸ばして気持ちいいなって思うところを伸ばしていってください。2つ目です。これはウエストのくびれに効きます。まずは肩幅に足を広げます。膝立ちですね。そしてお腹に力を入れて、こうやって左右についていきます。それをだいたい50回いきます。じゃあカウントします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。これをやると本当くびれとかができたり、結構これだけ簡単なのにくびれが本当にできるというか、筋肉がついていきます。気持ちいいです。カウント忘れちゃった。30、31、32、33、34、35、36、38、39、40。この時背中まっすぐ。42、43、44、45、46、47、48、49、50。はい、3つ目いきます。3つ目もお腹と足にねアプローチしていきます。こうやります。 V の字で、この時お腹に力を入れます。そして1、2、3、4、50回5、6、7、8、9、10。きつい人は足つけても平気です。こうやって15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。もうこれお腹のね体幹と足ですね。あ、きつい。40、きつい人は本当足つけてください。こうやって45、46、47、48、49、50。結構汗かいてきます。4つ目は腹筋いきます。これをねキュッてやった姿勢です。これで30回。1、おへそ見る感じ。4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。あー、そしたら次これを広げていきます。広げたパターンは30回。1、2、アプローチするところが上下で変わります。さっきの5、6、7、8、
9、10、11、これね上まで上がんなくってもおへそ見る感じだけどお腹がきつい。20、21、26、はあ、疲れた。結構汗かいてきます。5つ目は次は骨盤ですね。ここら辺と骨盤とお尻と内ももを鍛えていきます。寝ます。上げます。この時にお尻をギュッとしてお腹とか腰が曲がらないようにここをギュッと真ん中に入れる感じで内ももギュッと引き締める、内側に引き締める感じでいきます。1、2、1、このまま足をパカパカ広げていくだけで50回。4、5、6、7、8、9、10、11、12、お尻のねここにも効きます。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、30、31、23、33、34、35、36、37、38、34、35、36、37、38、34、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50。はい、OK です。トレーニングはもう最後です。続いては肘をついてこうです。で、こうやってひねってきます。お腹でこうやって体幹をして、でなるべくお尻がこうなったりこうなったりしすぎない、これ真ん中で保てるようにおへそとお尻と背中をギューッとする感じです。背骨も曲げすぎないようにしましょう。それをこうやって1ってやっていきます。体幹が入っているので全身を効率よく鍛えながら、ウエスト周りやお尻、そして腰がねちょっとほぐれて気持ちいいです。これは30回いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、お腹に力入れます。9、10、11、13、14、15、16、これ結構きついので最初にやる方10回でいいです。私ちょっと30回きつい。はい、でもこんな感じで毎日やっていると、最初の今やったやつは最初ほんと10回ぐらいできなかったんですけれど、今30回続けてできるようになりました。どんどんやっていけば慣れたり鍛えられて追いつくので、最初は自分に合うペースでやってみてください。はい、7個目最後で、最後はストレッチをするので、それをやりながらちょっと雑談を、もう私はね開脚ですね。ここをしっかりこうやって曲げるときもお尻ねつくようにして、ストレッチは自分の体に合わせてほぐしやすいのをやってみてください。で結構ねこうやってふってやって肩甲骨をほぐしたり、こうやって腕を伸ばしたりします。で結構肩こりの人におすすめなのはこれですね。肩と腕、私スマホよく使うまで編集とかで肩を下げて、ふーって下げるだけで結構腕がね伸びて気持ちいいです。あと手をこっちですね。でこうやってやるとスマホ腕の疲れとかパソコンのね解消されます。なんかトレーニング始めてから毎日ストレッチもするようになったら、結構ほんと体もねこんな感じでつくようになりました。やっぱり続けていくと
柔らかくなるし鍛えられるなと思います。何でもね続けることが大事なので、もう私はね30分しっかりやるとかパーソナル通うとか、パーソナル通うにしても、まあ、安全でやってくださっているんですけど、お店の方々はやっぱね、なかなか家でお仕事ってなると外に行けないので、去年の9月にリーンボディ、リアンボディ、このねアプリを登録して、そうやってリンボディで好きな筋トレを探したり、ヨガをしたりとか、ヨガはね結構リンボディとかで自分の好きなのやって30分とか寝る前にやったりもします。こんな感じで私が毎日やってる10分トレーニングをご紹介しました。短くていいのでぜひ続けてみてください。ありがとうございました。ヨガの動画も出してます。バイバイ。